池田君、お疲れ様です。ありがとうございます。この2日間ちょっと見せてもらったけど、伸びてない車が。そうですね、92がちょっと対応できてないですね、うん、ちょっと前回までのと今回のちょっと感覚はなかったんで、うん、自転車も食いっぱなしだったし、でも若さには勝てませんねで、明日のことやけどね、はい、どういう風な戦い方をする？そうですね、明日僕中部一人ですし、まあでもちょっと九州ラインが多分並ぶみたいだし強力なんですけど、まあ決めずに、まあ最終的には勝負権のあるところに潜り込んでいこうかなと思ってますけど。今番手で勝負ということも考えられる？そうですね、流れによっては、うん、まあ直でっていう風にはまあ永久ですし、うん、ちょっとリスクがあるので、うん、まあでも流れの中で自分が体が動けば当然そうやって今まで来たんで、全く自力はないわけよね、はい、今の急にじゃちょっと厳しいですね。厳しいね。はい、本当に後ろ一枚かけたいです。ギア配信だけどこの変わったということで、やっぱり、はい、走りにくいということは考える？そうですね、まあ、ギアが下がる対応するための練習もしてきたし、うん、それに合わせてフレームも今回2場所目なんですけど、うん、作ってきたんですけど、まあ、やっぱそのセッティングはできれてないのと、やっぱ練習とレースじゃちょっと違うなっていう感じですね、うん、じゃあ明日は勝負権のあるところを終えると、はい、いうつもりやね。つもりですいや明日ね、はい、やっぱりその引田君この中で印がね、前がおらんとはいえある程度の印はつくと思う。はい、うん、だけどやっぱり頑張ってほしいね。はい、頑張ります。明日は勝負権のあるところを、はい、頑張ってよ。はい、先輩方、松本先輩や先輩に褒めてもらえる競争したいと思います。すぐ褒めに行くわ頑張ります、はい、じゃあ明日頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとう。